延長党、ジョン・ペティが延長党とは、新京都革命において、議会を支持した人々を指した語である。延党派とも。彼らは、議会派とも呼ばれ、絶対君主主義や王権真珠理論を標榜する、イングランド王チャールズ一世と、その支持者である王党派と敵対した。延長党の政治的な目標は、議会による行政組織の完全な支配を実現させることであった。 大多数の延長党員は立憲君主制を望んでいたが1649年に第二次イングランド内戦が終わる頃にはオリバー・クロムウェルをはじめとする共和派の指導者が権力を握り王政を完全に廃止してイングランド共和国を樹立した第一次イングランド内戦における延長党の最高司令官だったトーマス・フェアファクス教や 第2代マンチェスター伯爵エドワード・モンタギューラ、延長党指導層の大半は、立憲君主体制の支持者であり続けた。延長党は主にピューリタンや、長老派から構成されたが、独立派、新政水平派、平等派、第五王国派といった、少数の政治的な徒党も含まれていた。当時、議会派に属する信教派の一部は頭を短く、刈り上げていたが、この髪型は、 ロンドン宮廷の派手好みな男性たちに流行していた長い巻紙とは対照的であった。このピューリタンの丸刈り頭が延長党の語源である。イングランド内戦の最中とそのしばらく後まで延長党という言葉は不別的なニュアンスを含んでいた。このため議会派の率いるニューモデル軍では同僚の兵士を丸刈り党と呼ぶと罰が与えられた。これは王党派の呼び名である。 騎士党という語の扱われ方とは異なっていた。騎士党という語はもともと、王党派の人々を、エリザベス一世以上の知性に、ネーデルラントのプロテスタントを迫害していた、スペイン人の騎士たちと重ね合わせるために、議会派の用いた、不別の言葉だった。しかし議会派が、延長党と呼ばれるのを嫌ったのとは、対照的に、王党派は性的によって付けられたあだ名を好んで、 自分たちの故障として用いた。延長党という言葉は1641年末に主教制廃止法案をめぐって議会が紛糾していた最中にウェストミンスターで起きた暴動に際して初めて部別語として使われた。ある当局者は暴動に際して集まった群衆について以下のように記した。この者どもの中で髪の毛を耳より長く伸ばしているものは非常に少なく このため、ウェストミンスターでの騒ぎに参加していた者たちのことを丸刈り頭と呼ぶようになった。この暴動には、ロンドン市の都帝身分の若者も参加しており、ラウンドヘッドというのは、都定たちがギルドの規定に従って短く買った髪型をしていることを下げすんで呼んだ言葉であった。クロムウェルの秘書官、ジョン・ラッシュワースによれば、 ラウンドヘッドという言葉が最初に用いられたのは1641年12月27日で、ウェストミンスターでの暴動の最中に、暴動鎮圧のために、現場に来た、ある士官が、剣を抜いて、主教に向かって、吠え回る丸刈り頭の犬どもの喉をかっきれと、叫んだのが、始まりという。一方、ピューリタンの論客リチャード・バクスターの主張では、ラウンドヘッドという言葉の発明者は、 王妃ヘンリエッタ・マリアだという。バクスターの話では、王妃は1641年春の初代ストラフォード、伯爵トマス・ウェントワースの裁判の際、ストラフォード伯を陥れたジョン・ピムを指して、あの、丸刈り頭の男は誰かと進化に尋ねたのだとされる。チャールズ2世の首席顧問だった初代クラレンドン伯爵エドワード・ハイドもこの話題について、以下のように書いている。 これ、ラの争い後、ラウンドヘッズとキャバリアーズという二つの単語は、タイの存在として語られるようになっていった。国王の忠実な家来は、騎士党員とみなされ、そうでない者たちは軽蔑すべき、下船の者たちと一触他にされて、延長党員と呼ばれた皮肉なことに、王党派のカンタベリー大主教王、ウィリアム・ロードが1636年に定めた法令によって、 イングランド国教会のすべての聖職者が髪を短く切るように指示されると、多くのピューリタンは、ロードの権威への反抗を示すために髪の毛を伸ばし始めたものの、依然として延長党員と呼ばれていた。延長党のうち、独立派かつ上流階級に属するピューリタンたちの間では、五国共政権末期までには髪を長く伸ばすことが一般的となったが、長老派や、 議会派の一般兵士たちは、挑発を意味嫌い続けた。王政復古直前には、独立派のピューリタンが長老派のピューリタンを、ラウンドヘッドと部別的に呼ぶようになった。延長党という言葉は、1678年から1681年にかけて、大い排除法案をめぐる政治危機が起きるまで、議会主義、共和主義的傾向を持つ人々を指すごとして使われた。そして、 大い排除危機の最中に彼らを指す言葉として新たに登場したホイックにとって変わられた。一方、王党派も同じ時期に騎士党からトーリーへと故障が変わった。騎士党と延長党のゴが定着した際と同じくトーリーとホイックのゴも互いを侮辱して使う言葉として定着した。ありがとうございます。